はい、皆さんおはようございます。おはようございます、ラフィのロフキー塚です、撮影にご協力いただきます。はい、お願いします。ウィルソンの上田と申します、はい、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。ちょっと声の出が悪いかもしれませんが、おはようございます。本日も東新宿の森じゃないですね、はい、そうなんですよ。ショールームで、ショールームの方、はいはい、お送りしていきたいと思いますので、赤土の季節がやってまいりましたので、はい、出ます。出ます、はい、すぐ出ます。4月27日に限定販売、はい、させていただきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。今定番なところでいうと RG のモデルっていうとまずラケットというところなんですけども、はい、そうですね。いよいよシフトが、はい、シフトこのカラーで、このカラーですね。そうですね。ノーラン・ギャロスセッション・ド・ソアレ、まあ、ナイトセッション的な言い方だと思います。はい、いよいよあのシフトが、ね、あの発売されてから初めてですかね、はい、そうです、限定カラーという形で出てきます。はい、ガラッと雰囲気が、ね、変わりますよね。変わります。あの、まあ、元々のこのホワイト系のこのカラーも良かったですけど、はい、ちょっとこの落ち着いた感じ、黒ではない。そうなんですよ。ネイビーって感じかな。ネイビーって言った方がいいと思うんですよね。はい、ダークネイビーですよね。うん、結構濃いめの、うん、黒に近 い, 近いような感じのネイビーのカラーで、ちょスペック的にはシフトの99です。99、はい、300g のこのモデル、シャフトの部分にはもちろんローラン・ギャロスのロゴ と, ロゴとここですよね、この部分に、このヨークの部分と、はい、通常のカラーと比べてもガラッとまた違う雰囲気のデザインになっているところではないかなと思います。そうですね。遠目で見ると本当にシフトだとは思えないカラーなので、うん、結構びっくりする感じですよね。そうですね、はい、ガラッと雰囲気が上がってこれは非常にかっこいいと言えるデザインではないかと思い、僕は好きです、個人的には。うん、飽きのこない、うん、ダークネイビーです。飽きのこない、僕は大好きです。はい、ちょっとですね、マットっぽい感じなんですよね。ベルベットっぽい感じではまたちょっと違うかなと。そうです、熱中線にちょっとこう、ね、マットっぽいっていう表現かな、はい、ちょっとこうさらっとした感じですけど、うん、あのまあ、いわゆるベルベットっぽい感じではなくですね、さらっとした感じのマットの方ですね、はいはい、がこれはまず1本目シフトの方、はい、と出ます出ます、ご好評いただいてますブレードのローラン・ギャロスモデルカラーは出ます、はい、レッドグレー、はい、の元グリッド、そしてグロメットとっていうところでオレンジが入っているというような感じですね。なんかこのデザインっていうとやっぱりこの RG ローラン・ギャロス系のモデルのイメージをガラッと出しますよね、はい、うん、やっぱネイビーとか、まあ、青とかっていうところがちょっと入ってくるのかなっていう感じがするんですけど、はい、まあ、あのここのところは多分シフトのと一緒でウィルソンとここにまたブレード、ブレード、これもまたちょっとロゴのロゴの入り方がだいぶフォントが違いますよね、はい、うん、ロゴがここに入ってます。はい、はい、でローラン・ギャロス、ね、ここには通常のには何も入ってませんけども、ね、はい、限定のには文字が入っています、はい、でもここのね特徴的なこの黄緑のグロメットのところ も, パーツもこれ青になってますんで、はい、僕もこれが欲しいです。欲しいです、個人的に。はい、いいですよね。緑も好きですけど、うん、この色すごいおしゃれだなと個人的にはブレードは初です。ブレードのシフト、ね、V9 になってからは初の限定のカラーという形になりますので、はい、周りに多分緑が溢れてる方も多いでしょうから、増えてきましたね、おかげさまで、ありがとうございます。なので本当にね、周りでちょっと差別化したいとかっていう、うんうん、まあまあ本当におしゃれだなと思いますので、はい、そういう意味では持ってることでかっこいいなというものになるかなというふうに思いますので、ぜひここも、はい、それから、はい、最近恒例になっておりますクラッシュの限定からクラッシュ恒例なんですね。恒例ですよね。何本出てるかな。限定というとなんか必ずこのクラッシュが、はい、入ってきてるイメージがありますよ ね, すね。ダブルラボのやっぱりこのテクノロジーの入ったこの2本っていうところは多分今後も出てくるんじゃないかなと思うんですけど、うん、あ、でもそうです、選手使用率が多いブレード、はい、まあ、これダブルラボっていうところのまあシフト、うんうん、クラッシュっていろんな技術が詰め込まれたモデルっていうので、うん、確かに展開しているモデルですもんね、はい、どちらかというとベージュというかクリーム色っぽいですよね。そうですよね、はい、まあ、こうやって多分並べるとなんとなく分かると思うんですけど、うん、ベージュよりは少しこうクリームっぽい色になっていて、まあ、オレンジのレッドグレーの前はタンと前はグロメットが入っているというような状況です。僕はこっちの方が色味的には好きですけどね、個人的にはね、うん、これも結構またね、綺麗な感じですよね。かっこいいとかっていうのも綺麗って言える感じのデザインじゃないかなと思いますね。僕も思います。はい、ローラン・ギャロスシリーズとしては、まあ、一応このセッション・ド・ソアレシリーズと、
まあ、通常のローラン・ギャロス手術という形の、まあ、2パターンあると思ってもらってもいいんじゃないかなというイメージです。はい、はい、なるほどですね、うん、はい、なので、まあ、この後紹介させてもらうバックと合わせてぜひちょっとポジションチェンジをしまして、そうですね、はい、はい、ちょっとバックの方に、はい、紹介をいきたいと思います、はい、チームのバックパックが、はい、まあ、あります。これがローラン・ギャロス2024年パターンという形になります、はい、あのツアーシリーズと違って素材がやっぱり軽いものでできているので、うん、すごく軽いと思います、うん、はい、はい、ネイビーと、まあ、オレンジとやっぱホワイト、まあ、ホワイトっていうことですよ、オフホワイトという感じかな、この3色っていうのの使い方がやっぱ多いですよね、うん、はい、こちらは 6PK、はいはい、6本入りのサイズですね、はいはい、あのベルトが1本なので、はい、こういう斜めにこうやってやってましたねとかっていうのがよくあったかなと、私たち世代よくやってました、はい、中はほぼ統一なんですけど、はい、まあ、ロゴがこう入っているような状況で、うん、はい、ですね、これは前回の時のモデルも結構あのこれバッグの内側がこうロゴで文字が入っていてかっこよかったんですよね。そうなんですよ、まあ、本当にバッグは特に人気があって、はいはい、いろんなところでお声掛けいただくので、うん、次が、ツアーシリーズですね、はい、だいぶあの素材が変わりますね、はい、持ってるところがね、うん、ちょっと BU が入っててっていう感じで、はい、なんかちょっとこう V っぽいって言っていいですか、こういうデザインがディティールになってる感じです、はい、で、まあ、ポケットもこう斜めになっていて、うん、ここに入れていただくことが、内側はちゃんとあのいつものオレンジのデザインでロゴ、はい、文字が入ってるやつですね。そうです、この部分が、まあ、まただいぶ多分作りが変わるので、はい、多分お客様に背負い方がちょっと、お客様に背負い方があってバックパックをこう大変お似合いですこれ以外にどう背負うんですか、ね、こんな感じでございますね。まあ、なんかだいぶあのパッドの部分とかもしっかりしてますね、さっきのに比べると、比べてもこのクッション感とか、あと背中の部分のこの足当たり感もなんかすごい柔らかいというかしっかりした感じが出るので、さっきのパソコン入れたりとかしてもより安心感もあると思うんですよね、こちらの浮き彫り、僕はもうこれが一押しです。はい、テニスはこうじゃなきゃって僕はいつも思うんです。上田さん好きよね、この形。僕この形大好きです。大好きでしょうね、うん、これなんかこう両肩にしようこうがっつりバックっていうと本当に本格的にテニスがっつりっていう感じで、まあ、試合の時とかいいんですけどね、うん、ちょっとこうフラットテニスに練習行く時なんかはこれぐらいのサイズ感とかだと、いや、やっぱ大人感出ますよね。まあ我々いいお年なんで、そうですね、本当にでもなんかすごいスタイリッシュですよ、うんうん、はい、なんかこういうのをちょっとこう私服に合わせた時なんかにも使いやすいし、いいですよね。いいです本当に、うん、サイズ感も大きすぎず小さすぎずなので、はい、このシューズケースもついてるね、はい、ついてますから。そうなんですよ。あ、そうですね、だから逆にこれ本当に小物入れ的に使ってる、セカンドバッグですよ。じゃあ皆さんセカンドバッグ的な感じでよろしくお願いします。阿部さんがどうしてもセカンドバッグで使えというので、どうかこれにあの靴を入れずに。珍しいですね。確かにそうですね、そうやって考えるとなんか貴重品とかをこうやってツアーシリーズの方にはあのこの小さいバッグが入ってました、ついておりました、はい、これもだからあのセカンドバッグとして、だちょうどほらコンパクトなこのバックパックをこう持ってもらって持ちつつの、まあ、シューズ入ってないですけど、シューズ入ってからまあこういう感じ、そうツアーの QPK です。そうですね、ツアーの方です ね、 そうですね、これはね、はい、なので、まあ、先ほどのチームと違って、まあ、少しこう PU といいますか、はい、ちょっとしっかり固めの、はいはい、加工になってますね。で少しレザー調の、まあ、側面、底面になるのかな、ね、側面なのかな、はいはい、このブラウンのところはちょっとレザー調になっていて、はい、こっちは表裏でブラウンとブルーと入っているという形になってます。いい色です、はいはい、セッションドソワレカラーがありますから、セッションドソワレカラー、はい、こちらがだからセッションドソワレ RG の、このバックパックですね、はい、ツアーの方と一緒、そうですね、ってことはセカンドバックが、あ、でも中が、中がね、ちょっとごめんなさいね、あ、これ中がオレンジじゃない、ないんですよ、あ、セカンドバックがそっちのカラーも欲しいな。バックのネイビーのこのシフトの全体に多分イメージしてて、このところどころに入ってるこのグレーのラインとかをこっちのケースの方でイメージしてるような感じかな、うん、そうですね、いや、かっこいいですよ、いいじゃない、ちょっといいですか、ちょっとお客さん、あ、いいですね、これがだから 15PK なんですよ、こっちは、そっちは15なんだ、15です、ね、これサーモガードが入ってます、あのどちらもサーモガードがついております、ついてます、素晴らしいですね、はい、こう、まあ、このサイズだとやっぱりちょっとこういくべきかな、さすがに15本入りなのでこんな感じでしょってもらって、
まあ、本当なこれもまさにラケットのデザインに合わせてる、うん、シンプル感じですね、うん、色はこれが本当落ち着いてて高級感っていうとこっちがありますし、うん、逆にこのツアーシリーズのこっちのタイプになってくるとちょっとこうおしゃれ感が強く出てきてて、またこれもいいですよね。いいですね。なんかこうかっこよく見せるタイプか、ちょっとおしゃれに見せていくタイプかみたいな、うん、これも限定、もちろんもちろんです。限定4月の27日です。一応ラケットが先に展開をしていくっていう形になって、はい、バッグの方はまた後日に発売していく形になりますので、まあお早めにあのご注文いただければと、はい、ご注目いただいておいて、はい、チェックしてください。その実際にこのねローランギャロスが始まるときにそのモデルを持ってるっていうのはまたちょっとモチベーション的にも、はい、テンション的にもいいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。